全てがゼロになった東京。しかし本当はゼロではなかった。巨大なブラックホールが国民の財産を飲み込んでいた。東京湾から大量の金塊が見つかり、海外でも大きく報じられた。ニュース映像をカラー化してみた。Les scaphandriers américains recherchent et trouvent quelques-uns des lingots d'or, d'argent et de platine que les Japonais avaient jetés à l'eau pour les cacher. On assure qu'il s'agit d'un trésor valant 2 milliards de dollars. 日本軍の隠匿物資。元はといえば、本土決戦のために軍が国民からかき集めた財産に他ならない。占領軍の担当官によれば、隠匿物資の総額は数十億ドル。現在の価値で数兆円に上る。なぜこれだけの隠匿が行われたのか。事の発端は鈴木首相の出した通達だった。日本がポツダム宣言を受諾した8月14日に出された。軍その他の保有する軍需用保有物資資材の緊急処分。米軍上陸前に軍事物資の放出を命じるものだった。アメリカ戦略爆撃調査団の報告によれば、敗戦直後の日本には経済を2年間支えるだけの物資があり、食料も大量に備蓄されているはずだった。しかし占領軍が上陸した時にはその大半が消えていた。帝国陸海軍が保有していた全資産のおよそ 70% が跡形もなく消え失せた。国民の財産を横領して莫大な利益を得たのは特権を持つ政治家、資本家、陸海軍の将校。これが経済を混乱させる原因となった。翌年の正月、陸軍の倉庫から軍人が隠していた物資が大量に見つかった。大豆380俵、木炭450俵、米、ゴム。怒った周辺の住民3000人が押しかけた。外務省にも闇物資が隠されている噂を聞きつけ、300人が詰め寄った。事務次官はしらを切ったが、カメラは金製品のウイスキーを捉えていた。そして倉庫には米や炭など隠匿物資の山。各地で次々に隠匿物資が見つかった。こうした物資が闇市に流れ、高値で売られていたのだった。占領研究の第一人者ジョン・ダワー教授、この事件を国家ぐるみの悪質な犯罪と見る。500万の復員兵の多くが病気で苦しんでいるときに、政府の役人や警察、資産家たちが軍事物資を横領しました。それらの物資はどこかへ隠匿されるか、もしくは闇市に横流しされました。そのため国民の生活は苦しくなりました。これは国民に対する犯罪です。こんな罪を犯した政府の指導者を尊敬すべき理由があるのでしょうか。一方で日本人の中には占領軍に食い込み米軍物資を横流しする者も現れた。長者番付の上位を闇成金が独占した。大手スーパーマーケットライフの会長清水信次91歳。歴代の権力者と親交を重ねてきた。若き日
闇市で稼ぎ財を成した。富の源泉は米軍の横流し物資であった。マッカーサーについてきた青少が見直るんだ。いやもうね20社ぐらい大きい、でそこ行ってさ、こんにちは、どなたか日本語わかる人いませんかって、現金でないと取引します、いや現金持ってきたってさ、タザク入れとったんだって見てた。はい、じゃあ、あ、どうぞ。アメリカにとってもルールなき東京は金のなる木だった。今晩飯でも食いませんかって言うて、で一緒に食事してあんた手伝ってくれんかと、その代わりね利益の一割であげるからって。ああ占領軍に食い込んだ人物の中にあの男もいた。田中角栄、1947年政界に身を投じた田中。占領軍の発注でいかに建設業者が潤ったかを証言した。私は土木建築業者でございます。終戦直後最も大きな事業は進駐軍に関する障害工事であります。土木建築業者に流れた金の量は実に膨大であります。占領軍の建設発注は現在の価値で6500億円に及ぶ。この金の出所も日本政府、土建業界は潤ったが財政は逼迫した。